と食べさせてもらおうか。じゃあちょっといただきますね。ローストダック、あ、いいね、ローストダック。この時代ではもうこういう食事が当たり前のね。はい、じゃあね、前の続きからちょっとね、砦が襲われたのでそこから逃げ、いいです、大丈夫ですこれ敵やんね、これ。痛い痛い痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い、何やねんお前。ちょっと話聞いて、どこ行くんやったっけ。走れ。え、待って、ほんま分からへん、どこ行くんやったっけ。タルムバークまで馬を走らせる。なるほど、行けっかな。よいしょ、とりあえず馬を盗めばいいんやな。分かった、馬どこや。スタミナがない、さっきのやつ追いかけてきてるよな。馬があったけど、どっから行けるやろ。あ、なんか敵やろ、今の敵やんね、多分。うわきつ、ちょとりあえずあっちかな。痛い、やめて、ほんとやめて、死んじゃう、あ、死んださあ行くぞ、さっさと行くぞ。とりあえず走って、あっちはなんかね、柵があるか行けへんから、とりあえず左側になんか建物見て、そっち側にちょっと行こう。何、どっかからなんか聞こえる。何、地獄に落ちろ、タダールの獣め。いや、アンナ俺助けられへん、無理、ちょ絶対無理やって。これでいい、はい、ちょどうやって行ったらいい、どうやって行って、ごめんなお姉ちゃん、姉ちゃんごめんな、助けられへん。まるでいいやな、危ない。いや、心苦しいけど、あれは俺には助けられ、どうなってる、馬大丈夫、俺にあれは助けられない。やめろ、引くぞ。オッケー、これ吹き切ったかな。いや、ほんとごめん、無理、今の変人には助けれない。いや、なんかリアルやわ、嫌やリアルや胸が痛い、助けれるように強くなられば。いや、もう無理やもん、だってこんな、ごめんな、ほんまに。あ、違う言葉、撃たれたー親父の言った通りや。誰か助けてえ、嘘、こっから操作すんの俺、逃げなあかんの。ちょっと待って、助けて、あ、出血してる。ちょっと馬早く走れ、早く走る、馬走れ。やあこんな声な、ヘンリーこんな声やったっけ。やらがもう日本語喋れへん、あいつら外国人や。あ、ここも襲われてる、どうしよう。あ、とりあえずまっすぐ、とにかくまっすぐ。どこまで走んないだっけ、忘れた。馬のスタミナってないんかな、大丈夫、ずっと走れるお前。左だ、タルムバークは川を向かって左方面だ。オッケー、ありがとう、ヘンリー教えてくれて。左だ、あれな、男は殺され、女は連れ去られみたいな、ほんまにそういう描写もしていくパターンやな。絶対後ろ来てるよな。いや、絶対来てる、これ音的に絶対来てる。いや、逃げろ、お前も逃げろ、お前も逃げろ、お前は無視されるのかな。あ、後ろ向けへん、ちょ、すいません、ちょっと待ってください、ちょ、後ろ振り向きたいねんけど、わった、ごめんなさい、すいません、本当許してください。いや、後ろ振り向けへんな。あ、馬のスタミナがもうない、ちょっと、頑張ってくれ、もう少しやぞ、後ろ大丈夫かな。いや、来てるよね、ちょっと、馬のスタミナないよ。馬がもう走れなくなった。ちょ走れ、頑張れ、馬、行け、殺されちまうぞ、行け、殺されちまうぞ、お前ら逃げろ、みんな逃げて。エレベガニーって言われてんけど、どうしよう、なんて言ってんのやられ。あれかな、馬のスタミナ、あれが馬のスタミナか。あ、よかった、終わった。どうや、助けてくれるのかな。この BGM は助かる、この BGM は助かるぞ。助けてくれ。あ、ここか、助けてくれ。いいぞ。いや、すごいな、これ。
めっちゃ守れるやん、あの仮面。あー、助かった。よかった。ここか。急げ、城門を閉めるぞ。ありがとう。助かったよ。ここはちょっと強そうやな。よかったよかった。お疲れした。ああ。誰か水を持ってこい。温かいワインと包帯もだ。ええ人かな。青年よ、お前は何者でどこから来た。一体何が起きたのだ。スカリッツの者です。村が焼かれてみんな殺された。一体誰の仕業か分かるか。たくさんの兵士が奇襲を仕掛けてきました。ジギスムントちゃうか。ドイツ人でもありません。何者だ。分かりません。あ、違うんかな。初めて見る甲冑で知らない言葉でした。足の手当てが先だ。よろしくお願いします。歯を食いしばり矢を抜くからな。いや、痛いな。ありがとう。心配ない。抜けたよ。ついてたな。骨を逸れてた。私も何度か経験したが、これで治る。戦は良き教師だ。立てるか。親父もおかんも死んだもんな。さあもういいだ。あ、やめて、やめてよ。なんだよお前。ございます。まあありがとう。お前たちは怠けてないで仕事に戻れ。お、戻れ戻れ、仕事しろ。今から話ができるか。敵来るぞ。え、誰やって。ディビシュ教、ここのリーダーかな。この人かな。失礼します。こちらは避難者。分かっておる。話してくれ。どんな事態が起きたのだ。敵軍の旗の紋章は見なかったか。お前以外の生存者は。私には正体は分かりませんが、大軍でした。スカリッツの丘に多くの旗が見えたんです。攻めてきた兵士たちは知らない言葉を話していました。なんてことだ。でも村を焼き払われる前に大勢が城へ逃げ込みました。私は間に合わず、あなた方に警告しに行くよう言われて逃げてきたんです。兵士の正体はクマン人で、シギスムントの軍隊だと思われます。今や彼の軍隊の要はクマン人だそうですから。やっぱジギスムントやな。クッテンバーク略奪でシギスムントは味を占めたのでしょう。うん。スカリッツの城は小さく、攻撃されたら耐えられません。そうだな、ロバード。ロバード。だが、我が招待ごときを送っても、何の役にも立たんだろう。我々も標的に。おそらくな。君は名を何という？ヘンリーです。うん。鍛冶職人の息子です。彼を知っておるぞ。城で生き延びておるのか？残念だ。本当残念。神に委ねるしかない。どうにもならん状況だ。だがとにかく感謝する。命がけで警告に来てくれて。ご褒美ください。ロバード、ヘンリーを頼む。食事を与えて休ませてやってくれ。ありがとう。それから村人を縄文内へ避難させろ。最悪の事態に備えねば。あらゆる策を講じてくれ。かしこまりました。さあどうなっていくんかな。あ、動けるようになった。ああよかったよかった。ほんでここが休憩室みたいなとこかな。
彼と話しました。ウサギを6匹とウズラを4匹捕まえたそうです。それに半頭分の鹿を取り置きしているとも。うん、いいな。いつここに届くのだ。喋り方かわいいな。あ、そや、なんか食べな。食べ物を。家からパクってきたリンゴがここで役に立つとは。よし、お腹膨れた。なんかこのゲームの女の人ってなんかそこそこ綺麗よね、うん、なんかそんなブサイクばっかじゃないね。ロバート卿ちょっとお話を。あ、さっきの人かな。あんたか。さっきはありがとう。お前はよくやった若者よ。家族のことは残念だった。せやな。台所へ行ってうまいものでも食べるといい。腹がいっぱいになれば辛さも和らぐ。ああ、これは奥様。領主の奥方ステファニー様にお目にかかれるとは幸運なことだぞ。光栄です。さっきの人の奥さんやな。勇敢な青年ね。ブスサイクやな。おじゃなが食事を用意してくれるわ。さぞや空腹なことでしょう。そりゃそうですよ。腹ペコじゃないわけがありません。大変な目にあったんですから、お腹を空かせた熊同然なはず。そうでしょ、若い人。もう家のリンゴいっぱい食べたんでお腹いっぱいです。ちゃんと食べ、一緒にワインを少しいかが。ありがとうございます。食事が終わったら外でバテと一緒に休み。いいえ、それはダメよ。ロバード、怪我人にはちゃんとした寝床がいるわ。中庭の宿舎に泊まってもらって。かしこまりました。お心遣いに彼も感激しております。その通りです。感謝いたします。神の恩恵がありますように。さあ食べて。あなたのお世話はお任せして、私はこれでおやすみ。誰かに似てんな。おやすみなさい。おやすみなさい、うん、食事が済んだら中庭の宿舎にある部屋で休め。ベッドに入る前にその汚いブーツを脱ぐのを忘れるなよ。まあな、ちゃんとした軍人さやからな、厳しいのは仕方ない、うん、いやでもだいぶ優しくしてくれてると思うで。ちょっと食べさせてもらおうか。じゃあちょっといただきますね。これとローストダック。あ、いいね、ローストダック。この時代ではもうこういう食事が当たり前のね。今やったら鴨とかね、結構高級って言われてるけどね。とりあえず全部もらっていくな。売れるし。料理人と喋ろ。おっす。こんばんは。こんばんは。ほら、ヘンリーの顔よ。どうにかならんのお前、それほんまに。買い物はどこでできる？食料が欲しいんだけど、誰に頼めばいい？誰ですって若旦那。私に決まってるわよ。もし余分に必要な時は遠慮なく言うんだよ。中庭にある宿舎ね。いや、馬あるね。かっこいいな。あ、ディビシの馬。あ、これがだから漁師の馬か。かっこいい馬やな。こっちはロバートの馬か。あ、これ盗むっていう選択肢だもんね、これ。びっくりするわな。いやー、いいな、こういうの。うん、でもなんかね、ああいうのはほんまにあるみたい、やっぱり。っていうか、このゲーム自体が、史実に基づいてる実話やから、本当に、なんか、そういう歴史とかを見て、ちゃんと再現してやるみたい。あれがね、なんか、矢とかを撃つやつ。あの隙間から。うん。で、中が、外から見て細いけど、内側がこう、広がってんのね、扇状に。だから、中からは多い角度で狙えるけど、外からは狙いにくいっていう、そういうやつらしい、あれね。いや、すごいすごい。うわ、すごい。城壁や。かっこいい。いやー、面白いね。すごいすごい。こっちか。ここで寝ろってことか。オッケーオッケー。あー、ちょっと、プライベートな時間を過ごさせていただきますよ。え？評判低下してないけど。え、嘘？なんで座ったかんの？ここじゃないの？大丈夫ですよね、いても。大丈夫ですよね。答えてくれ。みんな冷たいな。ここでいいよね。ここでいいよね。寝るよ、俺。ここで。いいね。寝るよ。うわ、すごい。寝る時間決めれる。あー、なんか面白いな。今が夜7時か。じゃあ。はい。誰や。私よ、ヘンリー。邪魔してごめんなさい。なんか顔ムカつくねんな。起こしてしまったかしら。誰やろ、これ。あ、奥様、
いえ、起きていました。なんすか。ですが、こんな時間にご用ですか。お酒を持ってきたの、必要じゃないかと思って。優しいけど顔がムカつく。お酒が入った方が眠れるわ。それはどうも。ですが、どうぞお気遣いなく。使用人がいるのに。頼もうと思ったけど、実は正直言うと私も眠れなかったの。お祈りを捧げていて思ったの、あなたがどれほど辛い目にあったのかを。だから慰めようと、一人じゃないと伝えたかった。感受性が豊かないな。ありがとうございます。本当に気にしないで。ねえヘンリー、何もかも慣れないことばかりで戸惑っていると思うけど、どうかここでゆっくりしてちょうだい。何も心配しないで怪我を治すことに専念するのよ。過酷な試練だったことを神はご存知だから。一人ぼっちで取り残された気持ちはわかるわ。あなたの方がずっと辛い。お前には話す気なんだな。すみません、俺にはまだ話せません。親しい人がみんな死んだんです。もう行くわね。こんな時間だし疲れてるはずよ。持っていくの？おやすみ。返してそれ。おやすみなさい。それ食べたんやけど。怒ってんのかな。あ、そんな夢見たらあかんって。そんな夢見たらあかんって。ヘンリートラウマ発動中やな。多分これも言ってないけど、せやんね、そう聞こえてくんやろね。助けられなかったっていう後悔がずっと残るってことだね。で、復讐の旅かな、多分。ヘンリー、起きろ。一緒に来い。なんすか。どうしたんですか。城壁まで来てくれ。巡回兵がスカリッツ方面からやってくる一団を見たらしい。全然寝てないよ。城門そばの階段を通って城壁に行く。あ、さっきのとこね。オッケーオッケー。はあ、まったくもう。容赦ねえな、軍人ってやつは。めっちゃ雨降ってるやん。うおお、雷。数に圧倒されるな。こうか。私の命令を心に留めて臨めば必ずうまくいく。あ、喋ってねえな。はいはい、何が起こってるんですか。何が起こってるんですか。わからん、理解できん。なぜシギスムントは夜中にタルムバークへ向かって兵を進める。それもスカリッツへの奇襲で自軍の隠密性を失った後に。専門的な話されても。では誰だ。ディビシュ卿が送った石膏からシギスムント軍はスカリッツにキャンプを設置し攻撃の準備を進めていると報告を受けた。そしてラジク卿は激戦の兵士、確実に城を持ちこたえさせるだろう。ほう、やはり腑に落ちん。ラジク卿は人気あるかな。大したことは何も。彼らが十分近づく前にこの嵐が来てしまった。また襲われるのかな、ここ。